眼科医の平松です。今日は大人でも近視を抑える、はたまた眼軸を抑えると考えられるような新しい研究についてお話しようと思います。それは何かというと、眼圧、目の硬さを下げるという治療になります。何それっていうと、例えばこういうね、目の模型、目を横から切ったりで、よく眼科に行くと空気をブシュって当てる検査やったことありません？あれは空気を当てることで眼球がどのぐらい凹むかっていうのを見てます。眼球が硬ければ凹みにくい、眼球が柔らかければふにゃっと凹む。なので眼圧が高いと動きにくい、柔らかい、低いと動きやすいというのを見ています。医師がチップでやることもあります。この圧力が低ければ低いほど眼球が伸びにくい。近視になると目の玉ってちょっと伸びるんですよ。この伸びを抑えてくれるのが、この圧力が低いことなんじゃないかなっていうのが言われた研究が出てきました。具体的にはオプサルモロジーっていう雑誌の4月号エイプリル、394から403ページに出てきた論文ですね。具体的には遺伝子データバンクを用いて近視、緑内障、眼圧、これらの関係性を検討したものです。で、同じような状態だとしても、眼圧が低い状態に持ってっていた方が、近視が進みにくいというのが、分かったわけですね。なんでこんな遺伝子を調べるのっていうと、近視と緑内障って、すごくね、似通っているので、それをちゃんとより分けてあげないと、それって緑内障のせいなんじゃないのとか、そういう問題になってくるので、そこら辺の遺伝子的な問題とかをちゃんとチェックした上でのお話っていう感じになってくると思います。じゃあなんで圧力を下げてあげることでこの目が伸びないの？つまり今までっていうのはよく言われてたのは、目に入ってきた光がぼやっとするから、それに合わせるために眼球が伸びる。これが近視のメカニズムって言われてました。特に手元を見すぎるとそういうことは起きてしまう。だからこそ手元を見る時間を短くしましょうとか、外で遊びましょうとか、そんな感じで言われてたんですね。っていうのがあったんですが、そうやってね、じゃあ伸びた方が見やすいよねって思った時に、眼球が伸びる方向に進みやすいかどうかって、こっちに圧力がかかってる方がこう伸びやすいじゃないですか、シンプルに考えて。この圧力が低ければ低いほどちょっと伸びにくいじゃないですか。っていうことが、関係してくるんじゃないかなっていうふうに言われてます。これまで、近視の予防、治療というと、例えば、オルソケラトロジーとか、低濃度アトロピンって言って、低濃度アトロピンというのは、瞳のね、関連するような、筋肉に作用するような目薬をすることで、近視の進行を抑えてくれるという目薬です。オルソケラトロジーというのは、寝てる時にコンタクトをすることで、近視を矯正してあげる。そうすると近視が普段から進みにくくなるっていう、こういう研究が2つともあるんですよ。ただ一般的にこれが有効とされているのは、子供の頃、つまり、成人する前ですねの段階であれば、比較的効果があるけど、大人に関しては今のところ、よく分かってないと、効くかもしれんしあんまり効かないかもしれないっていうような感じなんですよ。なのであまり積極的に大人に対して今の低濃度アトロピンとかオルソケラトロジーで近視の抑制しましょうとはあんましないわけですね。もちろんオルソケラトロジーは使うことでお昼にコンタクトいらなくなるので、そういう目的で使われる方はいますけど、っていうのが今まであった治療なんです。で、今回のことからわかるのは、眼圧、いわゆる緑内障の目薬ですね、を刺してあげることで圧力が下がって近視の進行が抑制できる可能性があるんじゃないかっていうことです。そんなの初めてって思うかもしれないけど、実際ね、この手の研究っていうのは今までも何度も行われてきていて、実験的にとか、いろんな統計だとかで出てきて、今回は今まではそれって遺伝子の関係なんじゃないですかと言われていたのを、排除して、やっぱりそういう問題じゃなく、そもそも眼圧そのものが影響してるんじゃないかということが一つの結果として出てきたわけです。よかった。じゃあ私近視心配だから眼科の先生のとこ行って緑内障の目薬出してもらおうっていうのはちょっとダメなんですね。なぜかというと、日本の医療ではあくまで保険医療、保険診療というのが主に行われています。これは何かというと、国でこの病気に対してこの薬を使いましょうというのが
決められているものなんですね。だから近視度進行の抑制になるからという理由で緑内障の目薬を処方するのはダメなんですね。例えばですね、これ似たようなものとして緑内障の目薬でまつげが伸びるんです。なので女性とかが、あとはまつげが少なめの人が、その緑内障の目薬をまつげに塗ってまつげ伸ばそうとする方がいるんですよね。それも緑内障の処方薬は使っちゃいけない。まあ、自費で、輸入したりとか、あとまた自費の、そういう製品があるんですね。ラティースとかって言うんですけど、それをまつげに塗って伸ばすっていうもので、保険の治療はしないでくださいっていうふうになってるんですね。なので、あなたが、例えば強度近視があるとか、病的近視があるとか、はたまた網脈絡膜萎縮、目の奥のね、悪さがある。こうなると、将来の失明がとても心配だとは思います。とても心配で、やはりそれなりに目が弱くなりやすい。特に病的近視がある方に関して言うと、それなりのリスクがあると。なんだけれども、残念ながら、現状日本の医療制度では、あなたに緑内障がない以上、このね、治療薬を今試すわけにはいかないっていう感じになります。もちろん自費とかだったらまた別個になってくるんですけれど。一方でね、近視がある人って緑内障の人も結構いるじゃないですか。はたまた近視なんだか緑内障なんだか判別が困るっていう先生もいて、そういう場合、一応緑内障の疑いがあるから緑内障の目薬をするっていう先生もいるんですね。その場合は結果として近視の進行の抑制にもなってるかもしれないので、緑内障の予防および治療にもなり、かつ近視が進行しないようにもできるんであれば、それはそれでメリットがあるのかなっていうふうに考えていただけるといいかなっていうふうに思います。特に病的近視によって視野が欠けているとか、結構目が悪い人って本当に毎日毎日心配なんですね。自分は失明しちゃうんじゃないかとか。で、こんな目薬なんかしてるけどどんどん悪くなって、これ意味あんのかというふうに思う方が多いと思います。ですけれども、緑内障があって、強度近視や病的近視がある方で、視野が欠けていたとしても眼圧を下げる治療は無意味ではない。つまりあなたのやっている努力、はたまたやっていることというのはすごく有意義であるってこともこのことからわかると思います。さらには近視を抑えるためにこれまで緑内障の患者さん向けに眼圧を下げる生活というのをたくさん紹介してきました。例えば水分を急激に飲むと眼圧上がっちゃうよとか、マインドフルネス、落ち着くようなリラックスする呼吸ですねをすることで眼圧は下がってくるよとか、食事を気をつけることで眼圧が下がってくるよとか、体調次第で眼圧は上がったりしてしまうよとか、いろんな生活について緑内障の、再生リストっていうのに、たくさん動画がありますが、そこでお話ししていることが近視の人にも意味があるということが言えるんですね。だよく近視を私になりたくない、もっと、大人になって進んできて心配なんでどうすればいいですかっていうと、緑内障の人のために出している動画、つまり日常生活動画があなたの役にも立つっていうのを知っていただければと思います。つまりできることはあるので、それをやっていっていただければと思います。こんな感じで、近視とか緑内障とか、はたまた健康一般のいろんな情報をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録、ベルマーク押していただければと思います。よろしくお願いします。